皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、左右非対称の体について、その謎を追っていこう。そんな生き物いるっけ？たくさんいるよ。例えば私たちフクロウでは、耳の位置が左右で違う。これは、獲物の位置を、より立体的に測位できる適応だと考えられている。そういえば。他にも、カタツムリの殻の巻き方や、左右で歯の数が違うヘビ。食い違ったくちばしの鳥など、様々な動物が左右非対称性を見せている。なぜ、こんな違いが生まれるのだろうか。今回は、ちょっとだけ分子メカニズムを解説してから、以上の動物たちが見せる非対称性の進化を解説しよう。細かい内容はこんな感じだよ。なお、このチャンネルは生き物の進化や生態をざっくり解説する科学チャンネルです。興味のある方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは始めよう。私たちの体は、大まかに見れば、左右で同じ構造を持っているね。耳は違うけどね。そう、基本的なフォルムの上に、一部だけ非対称な部分がある。さらに、中身を見てみると、とても左右対称とは言えない。全然対称じゃないね。なんで外側はある程度左右対称なのに、内側はそうでもないの？前回も解説したように、外側の左右対称性が高ければ、移動効率が良くなる。だが、外側さえ効率の良い形なら、内側は左右対称である必要はない。外と中では、求められる機能が違うと考えるのが妥当だろう。そうかもしれないけど、こういうのはどうやって決まってるの？こうなる理由は完全にわかってない。しかし、何もわからないわけじゃない。というわけで、簡単に左右を作る仕掛けを説明しよう。現在有力視されている、左右非対称性を作る要因は、繊毛の回転運動だ。繊毛？細胞からちょろっと生えている毛みたいなやつのことだよ。波平さんみたいなやつだね。前回の頭とお尻の時は、遺伝子のスイッチがオンになったりオフになったりして、頭とお尻ができたりするんだよね。そう、遺伝子のオンオフは、特定の物質の濃さで調整される。濃さが違うと、遺伝子スイッチの押され方が違ってくる。つまり、違う遺伝子が体の各所で働き、頭とお尻、お腹と背中ができるんだ。では、左右ではどうか。実は、そういう仕組みがある。あるんだ。受精卵から成長する途中で、繊毛の生えた細胞ができる。この繊毛がくるくると回転する。すると、遺伝子のスイッチを押す物質が、左右で違う濃さになる。これが左右の違いを作る。具体的には、ノーダルというタンパク質が特定の遺伝子発現を誘導しているよ。でも、繊毛の回転がどっちの方向になるかはどうやって決まるの？その辺がよくわからないんだ。ただ、左右の偏りがどっちでもいいのなら、そこに必然性はないのかもしれない。例えば、胃の向きが左でも右でも、どっちでも問題ないなら、最初にできた向きから変わってないだけかもしれない。ちなみに、心臓は左にあると思われているが、実際は体の真ん中にあるぞ。ただ、力強く動く部分は左側にある。だから左側に存在を感じるんだね。じゃあ、心臓自体は左右非対称なんだね。それに、まだまだ謎がある。例えば鳥類では、繊毛が動かない。え？じゃあ偏りができないじゃん。2020年、理化学研究所のチームは、マウスや鶏、両生類、魚類などで、ノーダル遺伝子の系統関係を整理した。その結果、ノーダルには2種類あることが分かった。この研究で分かった、ノーダル遺伝子の分岐を見ていこう。まず、ノーダルは遺伝子重複により、2種類となった。魚類や両生類はこの両方を今も持っているが、哺乳類は片方だけを、鳥類はもう片方だけを失ったようだ。じゃあ、哺乳類と鳥類は、違う種類のノーダルを持ってるってこと？さよう。ちなみに、スッポンやヤモリも、鳥類と同じく片方のノーダルしか持っていない。鳥類、スッポン、ヤモリのノーダルは体の左側でしかオンにならないから、左右で違いが出ることが分かったんだ。ただし、なぜ左右でオンオフが違うのかまでは、まだ分からない。この研究については理化学研究所が解説記事を出しているので、概要欄に URL を載せておくよ。なんだか難しい話だね。では、次は分子じゃなく、もっと巨視的な、進化のダイナミクスについて話そう。カタツムリとヘビの戦いだ。これはいわゆるカタツムリだ。カタツムリも、殻の左右が同じじゃないよね。そう、殻の巻き方に左右非対称性がある。巻き方はたった一つの遺伝子で制御されている。そして巻き貝は、ほとんどが右巻きの種だ。左巻きの種は少ししかいないんだね。でも、なんで右巻きが多いの？それはよくわからない。ただ、どっち巻きでもいいわけではなさそうだ。カタツムリは交尾の時、こんな感じで、互いに向き合う体勢で、配偶子の受け渡しをする。
この時、巻き方が同じではない個体同士だと、うまく交尾できない。じゃあ、同じ巻き方同士がいいんだね。ということは、同種内では、どちらかの巻き方に偏ることが予想される。なぜかわかるかな？え？なんで？では、仮に、右巻きの個体の方が、左巻きよりも多い種がいるとしよう。赤いのが右巻きだね。こうなると、右巻きの方が、交尾において有利になる。なぜなら右巻き個体は、交尾しやすい右巻きと出会うことが多いが。左巻きは、交尾しづらい右巻きとたくさん出会うことになるね。となれば、多数派の右巻き個体は、左巻きよりもたくさん交尾機会があるので、より多く、右巻き遺伝子を次世代に残すことになる。そして次世代はもっと右巻きが多くなるから、左巻きの繁殖機会はますます少なくなる。要するに、少ない側はどんどん遺伝子を残せなくなるんだね。こういう感じで、多数派が有利となる進化を、性の頻度依存選択という。そういう仕組みの進化もあるんだね。だが、謎もある。海水産の巻き貝に、左巻きの種はほぼいないので、右巻きの祖先種から、突然変異により左巻きが出てきたと考えられる。うん？じゃあなんで、左巻きのカタツムリもいるの？右巻きだらけのところに、いきなり左巻きが生まれても、交尾相手がいないんじゃない？そう、そこが謎なんだ。しかし、交尾機会の上で不利でも、それを上回るほど、別の有利さが左巻きにあれば、左巻きが進化しうる。ここで、カタツムリ専門のハンターを紹介しよう。西表島や石垣島などの南方に生息する岩崎セダカヘビは、カタツムリ専門の捕食者だ。専門って、カタツムリばっかり食べるの？そう、変色科のヘビなんだ。現在、早稲田大学の准教授職についている細正樹博士は、このヘビが右利きであることを発見した。ヘビに右利きとかあるの？あったんだよ。多くの陸生巻き貝は右巻きだ。しかし、たまに左巻きの種がいる。例えば、左巻きマイマイは、名前の通り左巻きだ。細博士は、左巻きマイマイのあるグループのカタツムリと、セダカヘビの生息域が重なることに気づいた。地図で見てみよう。緑がセダカヘビの生息域、青が左巻きの生息地だ。確かに重なってるね。なお、右巻きの生息域は赤だ。左巻きがいるところには、右巻きの種もいるんだね。そう、どっちもいる、というのが大事なポイントだ。さて、セダカヘビの骨格標本を調べたところ、下顎にある歯の数が、右側だけ多かった。なんで違うの？ヘビは左右の顎が独立していて、別々に動かすことができる。多くのカタツムリの殻は右巻きなので、ヘビの歯は、右巻きの殻の曲がり方に合わせた適応かもしれない。じゃあ、逆に左巻きを食べにくいんじゃない？そう予測できるね。この予測が正しいなら、右巻きよりも左巻きの方が、生存上有利になる。ならば、左巻きはより多く、子孫を残す機会に恵まれる。つまり、右巻きから左巻きへの進化につながるかもしれない。では、本当に右巻き専用の牙なのか？細博士は、岩崎セダカヘビと、右、左巻きのカタツムリを用意して、ヘビに与える実験を行った。その結果、ヘビは左巻きのカタツムリの捕食に失敗しやすかったんだ。じゃあ、ヘビの歯は右巻き専用だったの？そう、さらに、ヘビの行動にも、左右非対称性があることが分かった。ヘビはカタツムリを後ろから襲うのだけど、その際ヘビは、カタツムリの右側から噛みつく。なんでこの向きなの？噛みつかれたカタツムリは当然、殻に隠れようとする。この時、この向きで噛みつくと、殻の中から右巻きカタツムリをうまく引きずり出せるんだ。一方、左向きカタツムリを引きずり出しにくくなる。じゃあ、歯も行動も右利きだったんだね。さらに細博士は、左巻きカタツムリについて興味深い研究を発表している。世界中の左巻きについて情報を集めたところ、セダカヘビの生息域では、左巻きのカタツムリが多いことが分かったんだ。カタツムリハンターがいると、食べにくい左巻きが出てくるってこと？そうだね。ちなみに、小さいカタツムリはこの傾向が弱い。なぜなら、小さいなら丸飲みにされてしまうので、巻き方は関係ないからだ。なるほど。さて、勘の良い方はお気づきだろう。左巻きが有利になる根本的な理由は何か。それは、右巻きが多数派だからだ。どういうこと？これは、左巻きが少数派だから、とも言い換えられる。もう一度、生息域の図を出そう。左巻きの生息場所には、右巻きもいるね。両方いるのが大事って言ってたね。ヘビの立場になってみよう。たくさんいる右巻きと、少ない左巻き。どっちに特化した方が生き残りやすいかな？そりゃ、たくさんいる右巻きだね。そう、右巻きが多数派だから、ヘビも右利きになる。
ゆえに、左利きのヘビは不利になるので、進化しにくい。つまり、左巻きの殻というマイノリティが有利となるんだ。今度は少数派が有利になった。少数派が有利となる進化を、負の頻度依存選択という。ここで面白いのは、少数派は常に、少数派でなくてはならないことだ。多数派になったら、捕食者が多数派に合わせてきちゃうからだね。そういうことだ。左右非対称に関する負の頻度依存選択は、他の生き物でも確認されている。有名なのは、堀道夫博士らによるスケールエイターの研究だ。スケールエイターって？魚の鱗を餌にする魚がいるんだ。ダーウィンの箱庭とも呼ばれる東アフリカのタンガニーカ湖、ビクトリア湖、そしてマラウイ湖には、2000種以上のシクリッドというグループの魚が生息している。脊椎動物の中で最も多様化を果たしたグループであり、驚くことに、たった1種のシクリッドが起源だと考えられている。一種が2000種以上に？このことから、シクリッド研究は進化生物学分野でも熱い視線を集めている。見事な適応放散を果たしたシクリッドの中には、魚の鱗を餌にする進化を遂げたものもいる。それが、ペリソダスミクロレピズのようなスケールエイターだ。これは左右と関係あるの？よく見てごらん。口が曲がっているだろう？あ、ほんとだ。ひょっとこみたい。魚の鱗を食べるということは、標的の魚の右か左から鱗に食いつくことになる。そして、スケールエイターの口は左右のどちらかに曲がっている。お、ということは、堀博士らは実際に、口が右曲がりの個体は左側から、左曲がりなら右側から、対象の鱗を剥ぎ取ることを確認した。さらに、曲がる方向は遺伝的に決定することが分かった。じゃあ、鱗を食べやすくなる特徴なんだね。でも、少数派が有利って話と関係あるの？あるぞ。さらに大事なことは、口が右曲がりか左曲がりか、年によって変動があったということだ。どういうこと？図で説明しよう。縦軸は、スケールエイターの個体数を示している。上に行くほど、右曲がりの口が多く、下に行くほど、左曲がりが多い。真ん中の点線はそれぞれ同数ということだ。そして横軸は、調査した年を示している。じゃあ、もし、ここに点があったらどういう意味なの？調査を始めた年は、右曲がりの方が多かったということだよ。では、翌年はどうなっただろうか。なんと、左曲がりが多いという逆転が起こるんだ。なんで？もし右曲がりの口が多いと、鱗を食べられる側の魚は、体の左側への警戒を高める。この時、右曲がりと左曲がりの口、どっちが有利だろう？左。そう、少数派の左曲がりが有利になる。だから、餌を食べやすかった左曲がりが、より生存、繁殖し、左曲がりが増える。では、左曲がりが多数派になったら？右曲がりが有利だね。その通りだ。そして、実際にそうなった。右と左が1対1となるラインを行き来するような変動があったんだ。実は、負の頻度依存選択は、長らく理論上の存在だった。集団内の特徴の変動パターンを確かめた堀博士の研究は、負の頻度依存選択の最初の実証研究として、サイエンス誌に掲載された。なお、堀博士は、カタツムリの細博士の師匠だ。受け継がれてる感があるね。ちなみに、負の頻度依存選択は左右だけの話ではないよ。例えば、性比だ。性比って、オスとメスの話？そう、仮に、オス90個体、メス10個体の集団があるとする。オスとメス、どっちが遺伝子を残すのに有利かな？間違いなくメスだね。そうだね。メスをめぐる競争が起き、あぶれるオスも出てくるだろう。ということはこの時、オスよりメスをたくさん産む個体が有利となる。もしメスの方が多くなれば、逆にオス有利となる。さっきみたいに、1対1に近づこうとするんだね。これは、多くの生き物で性比が1対1である理由と考えられている。性別でも、少数派が有利なんだね。そう、非対称性は左右だけの話じゃないということだ。ただ、性別はうんざりするほど複雑で、必ずしもそうならないことに注意だ。さて、左右の話はたくさんあるのだけど、そろそろ最後の話題にしよう。イスカのくちばしだ。イスカって何？鳥の名前だよ。日本にもいるよ。オレンジの鳥って、日本じゃあんまりいないね。色も目を引くが、イスカにはもっと興味深い特徴がある。くちばしが互い違いになっているんだ。あ、ほんとだ。これじゃあ、ご飯を食べにくそう。いや、むしろ食べやすくする機能があるんだ。イスカは松ぼっくりの中の獅子を食べる。しかし獅子は硬い鱗に守られ、なかなか獅子までたどり着けない。そこで、互い違いになったくちばしの出番だ。こうなっていれば、ねじるように鱗を解体し、効率よく獅子を食べられる。
そっか、だから左右非対称なくちばしなんだね。イスカがいると、鱗がボロボロに取れた松ぼっくりが散乱するぞ。さて、興味深いのは、互い違いには両方向が存在することだ。どっちでもいいの？そう、右利きでも左利きでも、獅子を食べられることには変わりない。しかし、まっすぐなくちばし、これではうまく食べられない。まっすぐなやつが不利になるなんて。これは分断化選択と呼ばれる、自然選択の1パターンだ。イメージ図を出そう。2つのピークがあるね。これは一体何なの？縦軸は食事効率で、上に行くほどうまく食べられることを示している。横軸はくちばしの互い違いの程度だ。左に行くほど、左曲がりが強く、右に行くほど、右曲がりが強いくちばしで。真ん中がまっすぐなくちばしだ。松ぼっくりをねじ切って食事をする場合、左右のどちらかにくちばしが曲がることが、食事効率を高くする。ただし、曲がりすぎてもうまくいかないはずだ。となると、左右の両方で、最も効率の良い曲がり具合があることになる。だから二つのピークがあるってこと？そう、そのあたりの曲がり具合で、食事効率が最大になる。ゆえに、その曲がり具合のくちばしを持つ個体は、生存上有利となる。たくさん餌を食べられるからだね。こういった感じで、二つ以上の最適値がある場合、それぞれのピークに向かって、生き物の特徴は収束することになる。こういう自然選択のパターンを、分断化選択と呼ぶよ。右か左か、どっちかに分断されちゃうんだね。これはくちばしに限った話じゃない。横軸が体の大きさでも、複数のピークがあるなら、それぞれに収束する。大きいか、小さいかが有利であり、その中間は不利になってしまうパターンだ。例えば、さっきのシクリッドでは、これが腫瘍分割メカニズムとして働いたと主張する研究もある。曲がってる方が有利なんて、そういうこともあるんだね。さて、まだまだ左右非対称の謎は尽きないが、このあたりでまとめに入ろう。今回は、体にある左右非対称の話をしたね。外側は左右対称に見えても、中身は全然違ったね。そうだね。中身については、ノーダルといった遺伝子の働きが注目されている。ただ、なぜ右向きと左向きがあるのか、その根本的な理由は謎に包まれている。外側でも、左右で違う生き物がいるんだよね。そう、今回はカタツムリとヘビ、スケールイーター、そしてエスカについて紹介したね。左右の違いを生み出す進化プロセスは様々だけど、今回は、少数派が有利になる、負の頻度依存選択と、左右非対称が有利となる、分断化選択を紹介した。少数派が有利って、なんか夢があるね。そうだね。進化とは違うけど、みんなが向いてるのと違う方向を向く。という考え方は応用できるところもある。あと余談だが、とある YouTuber は、左利きの利点について、希少性と答えている。どこか、負の頻度依存選択の考え方に通じるものがあるね。ただし、あくまで考え方であって、生物進化の仕組みから学ぶところもありそうって話だよ。その辺の境目は気をつけないといけないね。こんなところで、今回は終わりにしよう。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。手足の進化についても作成中なので、面白いと思ったら、チャンネル登録や高評価してもらえると嬉しいです。それでは、また次回、お会いしましょう。また見てね。